コーナー。恋の熱が何好きで太陽が散漫のみだ。足元が滑る回避地獄のとこまでなる見えた。Yeah.
る前の大きな争い、壁に囲まれた街、外では人は生きてはいけないと大人に言われ続けて、一人で生きてきた。聞いたことすら忘れていた父が、死んだと知らせが届く、荷物を引き取って簡潔な遺言添えられた部屋の鍵は、禁じられた疑問に続いていた。見たことのない仕掛けの鉄の斧は、聞いたことのない言葉で歌われる音楽、部屋の奥で眠る人形、幼い僕の顔をしている、繋がれた過去に光る文字、次の指令を待っていた。帰ってきた父、記憶に霞んでた顔、訪ねたかった僕の似姿に、何を託したのかと、体に埋まっていた弾丸を握る、目の前へ連れて行った。歌う箱を腕に抱え、主人の言葉を待つ、命令はたった一つだ、その声が強くなる方へ、いつか繋ぐだろう、断ち切られた全てを、僕は今はここで朝を待とう、四角い空の下で。